セメレの詩、セメレ HWV58 は、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルが1743年に作曲した音楽劇。演技や舞台美術を伴わないオラトリオ形式で、初演されたが、それまでのヘンデルのオラトリオのように聖書から題材を、とっているわけではなく、オイディウス、変身物語のセメレへの話を元にした世俗的、作品である。現代では、 オペラ形式で上演されることも多い。台本はもともと、ウィリアム・コングリーブが1706年頃英語のオペラ用に書いたもので、ジョン・エックルズによって作曲されたが、上演はされなかった。ヘンデルは、おそらくニューバラ・ハミルトンの協力を得て、オラトリオ形式で上演するためにレチタティーボを減らし、合唱を加えるために過失するなど台本に大幅に手を入れた。 1743年5月初めにヘンデルは病気で作曲ができない状態にあったが、回復後の6月3日から7月4日までかけて作曲した。作曲中にデッティンゲンの戦いでジョージ2世が勝利し、ヘンデルはその後、デッティンゲンってデウムとデッティンゲンアンセムを作曲、上演している。セメレは翌1744年2月10日に、 コベントガーデンで初演された。1744年のシーズン中に4回上演されたが、前年のサムソンの人気には全く及ばなかった。次のシーズンにはかなりの修正を加えた上で別の歌手によって2回再演された。その後、ヘンデルの生前に再演されることはなかったが、いくつかのアリアは評判が高く独立して演奏された。アリアは 各登場人物の性格を反映し、劇的効果が大きい。攻めでは長い間忘れられた作品だったが、1878年にケンブリッジ大学音楽協会が復活上演した。1925年にやはりケンブリッジでオペラ形式で復活上演された。フランチェジーナと呼ばれたエリザベト・デュパルク初演では、エリザベト・デュパルクが 主役のセメレを、ジョン・ビアードがユピテルとアポロを、エスター・ヤングがユノとイノを、アボーリオがイリスを、カウンターテナー歌手のダニエル・サリバンが、アタマスを、ラインホルドが、カドモス、シンカン、ソムヌスを歌った。なお、元のコングリーブの台本には、愛の神が登場するが、ヘンデル版では割愛されている。フランス風樹曲とガボットの後、メガユノの神殿で、人々は、セメレと、 アタマスの結婚の際儀を執り行う。父、カドモスやアタマスは、セメレに結婚を促すが、セメレは、ユピテル人を愛しているためにためらう。一方、セメレの姉妹のイノは、アタマスを密かに愛していたため、アタマスの結婚に感情を爆発させる。カドモス、アタマス、セメレは困惑し、イノを加えて酔え、ショー、ホワイダスとダウザスアンタイムリーグリーブを歌う。 激しい雷鳴とともに、ユピテル人が地上に降りてきたために、神官たちは慌てふためき、歳には中止になる。承知するアタマスに、イリスは愛を語る。カドモスは、セめでがわしにさらわれたとアタマスに告げる。神官と占い師は、わしがユピテル神であることを告げ、カドモスを祝福する。セめでと合唱による、喜びの歌で終わる。イリスは、ユノに、 ユピテルが期待論山中にセメレのための家を作ったことを教える。ユノは大いに怒ってセメレを滅ぼすことを誓う。セメレは夢から覚めて寂しさを歌う。人間の姿で現れたユピテルに対し、セメレは死すべき人間が不死の神を愛することの悩みを告げる。ユピテルはセメレをなだめるためにイノを連れてくる。イノとセメレの二重章を及び、 天井の合唱で幕を閉じる。チェロとファゴットによる前奏に続き、ユノとイリスは眠りの神ソムヌスのもとにやってくる。眠りたがるソムヌスに対し、ユノはパシテアを出しにして言うことを聞かせ、ユピテルに情欲的な夢を見せ、またセメレの家を守る猛獣たちを眠らせる。セメレは夢によっても癒されない悩みを歌う。そこに、イノに化けたユノが現れ、 女神の姿をしたセメレを鏡に映してみせ、セメレを傲慢にさせる。ユノは、セメレに、ユピテルの本来の姿を見れば、永遠の命が得られると教える。夢に悩まされたユピテルがセメレを求めてやってくるが、セメレは拒絶する。ユピテルは、セメレの頼みを何でも聞くと、スチュクスの水と、オリンポス山に誓う。セメレはユピテルに、人間の姿から、 本来の姿に戻って見せるように要求する。しかし本来の姿を表すと炎によって、セメレが焼き殺されてしまうことを知るユピテルは嘆く。復讐がなったことに喜ぶユノのアリアが続く。セメレは後悔しつつ焼け死ぬ。イノは地上に戻って、セメレの運命を伝え、アタマスと結婚する。アポロが出現し、セメレの灰の中から、フェニックスのように神が現れて、 すべての悲しみを止めるであろうという、神官たちの合唱が、バッカス人の誕生を称たたえて劇が終わる。ありがとうございます。